Well, this is one of three municipal cemeteries in Otaru. Uh-huh. And the gravestone we're going to was one that his mother erected for the family with his royalties from the absentee family. Many winters, all of this will be buried. それを国家、そして財閥、軍隊が一体となって支えている。その支配構造を明らかにするというところに大きな意図を持っていたようであります。人間がそこで、諦めてしまったら、諦めっていうのは例えば、人間ですから、何かの行動かにを決めたときに必ずしも意図した結果は出ないわけですよね。心からのご挨拶を送ります。大失業時代を告げるニュースとともに2009年が明けました。この経済状況の大混乱の中で職場を追われ、住む場所を失った人たちが労働記事がなんか亡くなったよっていうのを同じ獄中にいる人に知らせるのに、言葉では伝えられないから、その赤いカーネーション、多分カーネーションだっただろうっていう、その赤い花を獄中に送って、滝地が死んだことを知らせたというふうに私は聞いてるんですけどね。墓前祭するのは小樽の滝地祭だけなので、小樽の滝地祭も1988年から墓前祭するようになって、その時にやっぱり喧嘩するのは赤いカーネーションだろう。あ、そうですか。それから毎年もう20年になるんだよね。だって20年過ぎたんだ、2009年だから。そうよ、すごいね。権力っていうのは国家権力で、国もあるし警察もあるし、それから政治もあるわね、はい、そういう権力からの圧力かかる、そういう圧力のかかる、そういうことで犠牲になった人なんていうのは、私はね、やっぱりね、これ忘れちゃいけないと思うじゃん。